か見えない力がある島だなと思う。自然のが持ってる力なのか、でもなんか人間の力も呼び覚まされる気がするし、なんかね、忘れてたものが蘇ってくる力を感じるなと思う。玄関が出てまう。二世帯住宅まで。お、どうしよう。こんなに雲とがってあるわ。どっちかっていうと、板はそこそこにあって、歌があることに気づくかどうかっていうことはあると思うんで。空がこんなに雲一つなくて、気持ちいいな。気持ちいいなってなんで思うのか。本当は日常的な中に全部音楽があるっていうか、音楽の中で生きているっていう感覚で捉えるかだと思うんだけど、人それぞれだよ。やっぱり生き物とかを描いてるのって初めすごい憧れが強かったんやけど、生き物ってみんな自分でご飯とか調達してるやん。すごいそれから程遠いとこにいるから、なんか不安やったんよね。それになんか近づきたいと思って、でもやっぱ奄美に来て徐々に変わってきていて、憧れとかその力を手に入れたいと思って絵を描いてたけど、今はなんか怖かったり、その実際の生き物じゃないものを描き出したな。いつもそこの庭で、まあいろんなとこでやけど、今日何が飛んでるかなって見る。じんわり現れてくるものをいつも絵にするようになって、なんかそこには憧れとかじゃなくて、なんとか感じることの方を大事にしようと思い出したの。鍵盤を俺が打鍵して弦叩いて、その振動が空気を伝わってみんなの耳に届いて、そういう粒子の中に何が込められてるかで人は感動したり心に届いたり届かなかったりするんですよ。同じ振動でも音はただの振動なんだけど、音楽はただの振動じゃないから、音が音楽になるにはその粒子の中に何が含まれているか、どんな気持ちがあって、どんな思いがあるのか。ここ辰坊町って言って龍の里って書くんだけど、龍が通る場所って言われてて、なんか実際に私が龍を見たことがないけど、龍がどんな風に通ってるんだろうって想像しながら見ると、なんか龍だけじゃなくていろんなものが通ってるような気がしたんで、風が急に龍って強くなったりして、そこのなんか風景がコロコロ変わるんで、今はすごい光が差して、今さっき3分前見た時あんな光じゃなかったから、するとなんかやっぱり違うものが通ってる感じがする。マチコも俺もああやって一緒にものを作るためにどちらも目に見えないもっと大きいものと対峙してる。天とつながってる感覚っていうか、何か降ってきた音をそのままこう鍵盤に落とすみたいな、こう見えない真っ暗闇の中を進んでいく感覚なんですよ。ねえ、なんで湧いてくるんだろうね。なんか思い浮かぶんよね。
のもうでっかい塊みたいな生き物が降りてきたみたいだなとか、すっごいのがすばしっこく走ってるみたいだなとか、深いところまで潜って今までやってきたことを全部かけても足りない、どんどん世界は変わるから、はっ見えたと思ったらかけた時が一番いい。いるかいないかとかあるかないかとかではない、ね、勘違いでね、自分で弾いてるっていうか弾かされてるというか、もう先の先まで見えてくる瞬間、次こうなってこうなってこうなるぞ、空来るぞみたいな、あと5秒後がはっきり見えるみたいな、でそう本当に来るドーン。15歳の夏に青森県からやってまいりました。高校入ったけど1学期で辞めて、夏休みに一人で上京しました。一応音楽専門学校に入ったんだけど、思ってたところと全然違って、まあ俺は一人でやろうと思って、学校も行かなくなったもんで、最初ほんと友達もいなくて知り合いもいなくて、だ完全に東京で一人だった。それが 2,3 年続いたかな。その時ずっと家でギター練習してた。あれは孤独だったよ。こういう感じだね、トンネルの中に。もっと全然出口が見えないトンネルの中をずっとこう進んでいってる。なんか人形劇を15歳ぐらいの時に見に行って、その時の人形劇の演目がモンゴやって、それまで読んだことなくてすごい感動して人形劇に。原作ってどんなんやろうと思って読んだら、もう虜になってしまう。すなした。ノラが来たかと思った。まあ、ちっちゃい時は好きやったんやろうけど、あまり上手じゃないって自分で決めてしまってて、それは大人によくわからない絵だと言われたのが多分結構ショックで、
で、なんか私は絵じゃないのかなと思って。なんか大学生ぐらいになって、大阪にある人形劇団に入っています。人形劇4年間、大学4年間やったけど、人前が苦手っていうことに気づいて、もともとそうやったのに、なんか人形劇がやりたすぎて忘れてて、でもなんか台本を書いたり、お話作ったりしてて、それがすごい好きやったから、なんか人形劇じゃなくて、絵本とか作る人になりたいなと思って、卒業してから本格的に絵を描き始めたのは23歳とかぐらい。まだずっとバイトしてたし。10。料理好き。もうちょっと料理したいと思ってるぐらい。野菜とか食べ物を触ることがなんかまず好きやなと思うし、なんかいつも絵がさ体に入っていけばいいなと思ってるの。多分見てる人はなんかこう入れてるような感じなんやろうけど、なんかそれは具体的に目に見えるってことはないやん。でも食べ物ってなんか作ったものがダイレクトに体に入っていくから面白いなって思う。一回面白かったのが和歌山の千畳敷と三段壁っていう、毎月のように自殺する人が海に、そこの海に引き寄せられてやってくるところがあって、そこに立った時に晴れてたのに急に曇ってきて、みんなわーっていなくなって、遠くから嵐が来たの。ものすごい見てわかるぐらいので、急にもう晴れが一気に真っ黒になってバーって近づいてくる。ものの3分ぐらいでもう目の前まで来た。で俺だけ残ってて、岩肌のところに。でみんな避難してて、で自殺者が多いから俺もそういう人だと思われて、帰ってこいってみんなに呼ばれてたんだけど、俺もその雲を体験してみたかったんで、何が来るんだろうと思って、そしたらすごい南風が吹いてきて、あったかいの、ぬるくてあったかい風が吹いてきて、気持ちいい雨がわーって降ってきて、目の前にその大きい雲が近づいてきて、ここまで来たんだよね。で通っていくのよ、あの自動車がこう洗車されるみたいな感じで、わーってそのトンネルを通っていく。その中にいっぱいいろんなメッセージというか情報もがあって、その雲が抜けてわーって晴れてたの。あの気持ちよさというか、あの時に何かが変わった気がしてて、子供の時に近所の広場で出会ったどっかから来た日が暮れるまで遊ぶ変な面白い女の子で、その子と会うのが楽しみでその広場に行くみたいな。生活がしたかったんだ私。東京にいる時生活があんまりなくて、
はしょろうと思ったらいろんなことがはしょれる世界やから、近くにコンビニがあったりスーパーもすごい近くにあるし、弱いなと思ってて、今エネルギーの続きみたいな感じかな。パッパッパッとなんか火がつくみたいなことの連続循環する中の本当一部なだけって感じですね。子供の感覚っていうか、3歳から5歳ぐらいまでのその時っていろんなこと繋がってるんだよね。まだ大人になるにつれて消えていってしまう、薄らいでしまう感覚をマチコはへその緒がつながってるみたいな感じでずっとく持ってて、そこを尊敬もしてるし尊くも思ってるしありがたいと思って、ライブペインティングってライブだから最後に残るものもとても大事だけど、途中どんどん消してしまうのはなんか生まれてたら消えてもいいじゃんみたいな感じはとてもあるんだと思う。全身全霊であの子に向かっていってます。命のやり取りぐらいの気持ちでいつも向かってんだよね。それがやらせてもらえるすごい数少ない相手というか、二人でこう長い旅に出てるような感覚もありますけどね。画家の弥勒子まちこさんです。音楽家の遥か中村です。あ、中村さんです。ちょっともう一回やっていい？知っててん、遥か君は知っててんけど、ライブとかも行ったことなくて、あの私の仲いい友達たちが遥か君が遥か君が当ててて、あの鈴を鳴らす真似とかして、そう、こうやってチリンって鳴らすのよとかいう飲み会をやってとか言ってたら、熊谷さんがから連絡あって、はるかくんとやりませんかって。うんうん、絵本は見てた。うーん、けど、あ、まあ実際ライブペインティングを見たことはなかったし、うん、
どうやってやるんだろうって、あとライブペインティングの人とやったこともなかったと思う、その時まで。それは意外。ここで初めましてってビールを飲んだ気がするやさぐれてたの？なんかね、やさぐれ時代があってね、やたらと打ち合わせでビールを飲む人やったそれ何年前だっけ、背もたれが遠いそれ何年前だろう。あのね、さっき2016年に始めまして、で2017年にライブをしたっぽい。まだ3年か4年しか経ってないんだ。そうやねんな。ちょっとは準備します。そういうふうにさっき言ったみたいに、いっぱいやりたいことが生まれてきた時に、まあ、ないならないなりにやるからそれも面白いんだけど、書くとこが足りないとかなるのはちょっと辛いから、いっぱい用意しとこうとか、場面いっぱい用意しとこうとか、なんか水みたいなバシャってやりたい時もあれば、固形を塗りたくりたい時もあるから、どっちも用意しとこうとか、そういうのはあるけど、でもちょっとそれは最近反省していて、あまりに揃えたすぎつるから、もっとない状況でもやってみたいなと思う。このもうそれこそクレヨンしかないよとか、それぐらいシンプルな中で自分は何を生み出せるかなっていうこともやってみたい。やってみよう。やってみよう。困るから逃げ出したらごめん。走って逃げる。確かにな。ストイックやね。すごい買ってきてたら。足らへん。買ってきた。思った以上に暗くしたがるのははるかくんだけど、でも確かに集中ができるというか、あまりに明るくていろんな目の情報ってすごい強いから、絵が明るいと自然に気持ちが絵に行くから、そう、最近明るいとちょっと集中できなくなってきたはるかくんのおかげでごめんな僕にとってはあの現場は明るいんですよ普段の方がもっと暗いんで。なんで暗くしてるかっていうと、まあ本当今言った通り、目の情報をそこに集約したいし、で絵のところにはねライトは当ててるから、でこっちの暗い方が子供たちとか大人もごそごそ変なことしやすいんだ、ちょっと鈴持てたりとか、走ったりとかしても怒られないだろうっていう、あのかくれんぼ感っていうか、遊びやすいんだよね、暗い方が。闇に紛れてた方が耳を開くじゃないけど、真っ暗闇に行った方が目は慣れてきて明るいものが見えてきたりするし、ちっちゃい音で弾いた方が耳は開いていって、それが普通の音に聞こえてきたりするのと一緒で、感覚を開かしたいのよ。バーンドーンって明るい視覚の、明るいなっていう、明るいからすごいとかの作用じゃなくて、自分からこう掴みに行くような、あの、受けるエンターテインメントではないのよ。 SF を見てバーンわーすごいって受動的でしょ、じゃなくて、なんかやってるっていうのを自分で能動的に掴みに行くような場所にしたい。だから自分たちで動き出したり歌ったり、子供たちがねするような作用の入り口として暗くしてるっていうイメージです。私ですらそうだもんね。なんか絵の具とか色全然見えないの、ね、だからそれダメだな、ごめんね。あ、でもいいね、そんなに重要なことじゃないかもって思ってきて、終わった後に少し会場が明るくなって、こんな色のを使ってたんだってある。あ、そうそうそう、この時一番みんながわーってなったのは、終わった後にすぐ体育館の人が終わったんですねってバチャーンってつけちゃったんだよね。普段だったらつけないんだけど、ゆっくり明るくするんだけど、終わったっつって、じゃあつけますって普通にバーンって明かりが出た時に絵がブワーって見えて、みんなうおーってなった。あれはすごかったね。あんなピンク使ってたのか、本人がそう思ってたもんねブルーとピンクみたいにできてて、まあ照明が足りなくて、単純に予算的にも。で前までちくにさんの照明とか入れてみたんだけど、まあ、子供たちが壊してもいいぐらいのものにしたいとも思ったし、
で子供たちも照明とかも遊んじゃってもいいんじゃないっていうので懐中電灯はってなって、あれをあれならいっぱい用意できるみたいな、ね、うんうん、でもそれ理由はあんまり知らなかった。なんか単純に暗くして、あの見たいところに自分で当てれるような気持ちかなとか思ってたりしたけど、そうそうそう、そういう遊び心とか、そういうのね、うんうん、みんな見たいところをこうやったら、あ、なんか僕らの7日間戦争みたいになるから、うんうん、懐かしい、わかるよそのね、その秘密基地感、うんうん、ちょっと遊び心ですね、うんうん、あれはね。いや、私も自分で見てて思うんやけど、思った以上に私の中では抑揚があるんやけど、多分それを出す人生じゃなかったというか、出す日あ、すっごいもう、あと運動神経が劇的に悪いのと、体の動きがすごい理にかなってないらしいの。なんか今さ、ちょっと話が飛ぶけど、うん、家を作っててこうペンキとか塗るやん、うん、私絵描きだからさ、うんうん、全然ペンキ塗れますよって感じでこう、うん、あ、こう塗ってたのか、うん、あ、違うわ、あ、こう塗ってた、うん、これが私にとってはずっと普段のやり方で、うん、でもこう塗ってごらんって言われたのよね、うん、そしたらすっごい塗りやすくてだから多分本当に体の動かし方とか感情の出し方とかが絵以外でできないんだと思う。うんうんうん、だから絵を描いてんだなっていうのも改めて思ったけど、うんうんうん、そう思った以上にもっとすごい飛び跳ねてたんだけどなと思うけど、うんうん、そんなにみたいな感じ。中はね、中ではね。そうそう、中ではね、そういう人なんだと思います。うん、怖がらないで。そうだね。音楽だけじゃなく、音楽からも大きいけど、例えば子供がなんか泣き出したとか、なんか泣いた時ってすごいバケツひっくり返したみたいな気持ちになるし、あとは普通に例えば携帯が鳴るとか、なんか自分が今例えばこけかけたなとかもイメージにつながる、ガシャンって音とかね、こけっぽいじゃん、うん、そう、でもちょっとそれに引きずれられすぎないようにもしてる時もあったりして、なんか一概には言えないけど、うん、今苔っぽかったけどちょっとそれは置いといてとか、うんうんうん、引っ張られたり引っ張られないようにしたりのすっごいかなんか心のどよめきの中でずっとやってるかな、うんうんうん、だから感情的であったりだからこそやめとこうと思ったり、うん、ちょっと不思議な感覚なんですが、ついてる？今日ついてないこれ後ろにやろうかな私ついてる、ついてるってつけてる。マチコはいつも背中にお守りのようなものをつけてて、でも今ね、鈴、今日は鈴だいぶマシになってきたの。結構大きいの、もともとは。今日ちっちゃい。今日ちっちゃいというか、元々もあの今だいぶマシになって。あ、そうなんだ。まあ、ちっちゃいというか怖がりなんやけど、特にここの背中って怖くて、うんうん、一時こうリュックみたいな背負ってないと不安だとか、うんうんうん、そういう時期もあったんやけど、あの背守りっていう存在を知って、それ日本に昔からある、本当は子供の、安全を願ってお母さんとかが背中に刺繍をしてお守りにするっていう文化があるって知って、うん、あ、私もここが怖いんだよなと思って、そこに刺繍とか自分でし始めたら、どんどんそれがないと不安になってきて、うんうんうん、それがないから今日は出かけられないとかになってきて、うんうん、どん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 こう装飾が激しくなっていったんやけど、うん、やっぱりちょっと今奄美に行って、うん、だいぶその不安から解放されてきて、うん、この鈴一個に今至るようになりまして、うん、素晴らしいでも鈴はやっぱり鳴るし、うん、鳴るものは魔除けになる気持ちがあって、うん、こう動きながらたまにチリンチリンって聞こえてくれると安心して、うんうん、
そのうちこれも撮れる時が来るかもしれません。あんまり生きてるという実感がなかったんよね。生き物になりたかったんですよ私は、うんうん、でも自分がなんかしょうもない悩みとかが多すぎて、それがなんか全然動物じゃないなと思っていて、それがだんだんこう解放されて、自分が生きるにはどうすることが心地いいのかっていうのがちょっとずつ、まあこういうライブペインティングもそうだけど分かってきて、そうすると実感が湧いてきて、私はご飯を食べて息をして絵を描いて生きてるんだっていうのが分かってきて、そうすると不安が取り除かれていったので、その生き物の気持ちになったり、なんか早く走りそうだったら自分も走ってる気持ちになったりすることで、多分私は自分が生きてるってことを感じようとしていて、立ち現れる、急に現れるというか、ね、うん、立ち現れる、うんうん、それは自分でもね結構びっくりする、うんうん、こんなになったみたいな感じで。でもともとマチコってっと最初の時からそれは思ってた、ね、目に見えないものが具現化されていくわけですよ目の前で。なんでそれがねこう浮かんでくるのかっていうのももう分かんないだけど、うんうんうん、だからその勝手に動かされるとかそういうことも降りるっていうことに近いのかもしれないね、うんうんうん、特に絵を描き出してからというか、多分私結構そういうのを無視して生きてきたと思う、目に見えないものをちっちゃい時は、うん、なんかそれは多分勝手に空気を読んだりなんかしてないものとして排除してきたんだと思うけど、うん、絵を描き出してどんどんなんでこれを気持ちいいと思うんだろうとか、なんでこれに感動するんだろうっていうのって、うん、全部なんかそういう目に見えないものの画を感じてる、なんか絵でも見てるけど、それは別に 見てそれがいいって思うのは何だろうっていうので、そういう感情とかが目に見えないものとしてあって、それをさらに私ちょっと多分生きてるものとして捉えていて、でそれをなんかぼんやり思いながら生きている時に奄美大島に出会って、そこに暮らす人たちってまさにそういう目に見えないものをものすごくたくさん感じて生きているから、なんか会話の中にどんどんそんなのあるっていうことの話がどんどん入ってくるんだよね。あ、昨日龍が飛んでたねとか、なんか青いオナガドリがあそこの家のを飛んだよとか、それはいないもの、うん、いや実際はでもねもういるのよね多分、その人たちの中には本当に、うん、そういうものを信じている人たち がこんなに普通に暮らしている島があるのかと思って、うん、でそういうのにも興味持って、あ、なんか私もそこで暮らすことによって何かそういう力をちょっとでも取り戻せるかもしれないなと思って、それでそこにで絵を描きたいと思って暮らし始めたんやけど、うん、そうすると確かになんかここら辺東京とかではついつい自分が主役に、自分というか人間が主役と勘違いしてしまって、うん、感じることに遠い気がし、それでもなんか敏感な人はちゃんと感じれると思うけど、私は多分そこではこう人の感情の渦に巻き込まれたりとかしてしまいがちだから、あんまり感じれてなくて、で今島の生活になるととにかくこう島の状況ってすぐ変わるから、天気もコロコロ変わるし、なんかまとってる空気がすごい違うのに日によって、うん、でそれを形にしようとし始めて、うん、今はなんかそこにある花を描こに感動したとしても、その花自体を描くんじゃなくて、うん、その花がまとっている見えないものを感じ取って描くようになっていて、
だからなんか確かにそこに存在してるんだなっていうことは思ってる、うんうんうん、やっぱりとても感じるから、ね、それこそ立ち現れるから、うん、今日何がいてるかなと思ったらポヨーンって何かが現れたりビューンって飛んでいたりチラ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 って飛んでたり、それが感じれるように少しずつなってきたかな、うん、全部違ったなっていうのはすごくあるか、やるたびに変わるし、やるたびに違う感情も出てくるから、うん、次何が出てくるんやろうっていうのはまだまだあって、うんうん、いろいろ模索はしたいな。なんか大きなことをやることだけが、うんうん、じゃない、絵の楽しみってすごい小さなところで起こってるので、それをどう伝えていくかはまだ全然できてないので、そういうこともちょっと考えてどう見せるか、うんうんうん、マツコの目線カメラみたいなのがあった、ね、あったらいいやんね。あのここで書いてることがね、座ってる人には見えないからね、うんうん、なんか本当は採算度外視でなんていうの、これぐらいの絵で、うん、10人ぐらいが囲んでやるっていうのもやりたいんだけど、ね、うん、もうリアルにそれを見てるっていうか、あ本当にこの近くにこうやって見てる、うんうん、それもいいね。それちょっと美術館では難しいかもしれないから、どっかで遊ぼう、うん、あと奄美でもやってみたいですね。あそうやね、干潟とかでやったら面白そうやね、うん、ピアノがもうねサビサビになってね続いてはいるけど違うことをはるかくんと何か生み出していけたらなと思ってるな、うん、こちらこそ、うん、なんかもうでも直感的には初めうぬうぬがいいと思ってたけど、あのタゲダバっていうタイトルがついてもいいかもね全部合わせてなるほどね、うん、いいね、うん、いいじゃないタゲダバで、タゲダバはもうものすごいとか、うん、それ以上ないっていう最上級みたいな、ちょっと例文タゲダバ食べたとかそうなんじゃない。ああそう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 、あのすごい大盛りのスパゲッティとか来た時、うん、タゲダバだなみたいな、うーん、あともうなんだろうな、タゲダバ雨降ってるなとか、うーんザーって嵐と、うんうん、嵐とかね、うんうん、いいんじゃないタイトルに。じゃあ決まり